ガドリー・ハーディは、イギリスの画家、イラストレーターである。イングランド中部のシェフィールドで生まれた。父親は、海洋画家のトーマス・ブシュ・ハーディで父親から絵を学んだ。あと、1882年に、ドイツに渡り、デュッセルドルフ美術アカデミーで3年間、学び、その後2年間、パリとアントウェルペンの美術学校でも学んだ。イギリスに戻った後は、ロンドンで活動した。 1885年からロンドンのロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会に出展を始め、生涯にわたり出展を続けた。パリの展覧会にも出展した。中東の風景やフランスのブルターニュの農民の生活などの題材で描くことを好み、雑誌などの観光物にイラストも描いた。19世紀末にフランスなどのポスター芸術の流行を受けて、 1900年代の初め、ポスターや絵はがきなどを多く制作した。ドイリーカート劇団やサボイ劇場のために多くのポスターを描いた。1898年に友人の差し絵画家、ジョージ・チャールズ・ハイタや商業美術のアーティストたちとロンドンスケッチクラブを創立し、後に会長も務めた。ありがとうございます。